神奈川県では飲食店を利用する際、マスク飲食をはじめとする感染防止対策をお願いしています。特殊映像で見ると、マスクをしないで飲食したとき、大量の飛沫が飛び散るのがわかります。驚くことに、料理にも多くの飛沫が降り注いでいます。一方、マスクをして飲食をしたとき、飛沫はほとんど抑えられています。アクリル板がマスクから漏れる飛沫をブロックする様子が見えます。さらに、マスク飲食をすることで飛沫をシャットアウト。換気は部屋の空気の流れを考えて、窓開けの場合30分に1回、5分程度2方向の窓を全開にして十分な換気を行いましょう。飲食店と利用者の双方が MASK、 マスクを徹底することで飛沫を大幅に防止することができます。現在、変異株による感染が主流になってきています。なるべく飲食は短時間で済ませ、換気を特に心がけましょう。